サポーターの熱気をダイレクトに感じるこのスタジアム、どんなゲームが繰り広げられるのか注目しましょう。この時間は横浜 F マリノス対ガンバ大阪、こちらの一戦をお楽しみいただきます。天候ですが現在は曇り、予報ではこの後雨ということで、試合中天気に変化があるかもしれません。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。横浜 F マリノス対ガンバ大阪、エキシビションマッチが始まりました。サイド紹介です。向かって右のエンドから攻めるのがガンバ大阪、対して左のエンドを守るのは F マリノス。これはクリア。ダワン、福田、ベースへ。あっと、オフサイドですか。序盤は固い試合展開を見せているなという印象ですよね。両チームともまだシュートまでいけてませんからね。どちらが先に仕掛けていくのか注目したいですよね。クリア。このピンチをなんとか出します。ここはボールを下げる。クリアです。ここはディフェンスの対応。松田、鈴木、もう一つ前に行きたい。これ仕掛けるか。自分で行く。クロス、いいですよ。攻守の切り替え。ヤンマテウス、これはどうだ。渡ります。どうだ、クロス。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。ジェバリ、松原、このボールをカットします。試合中天気に変化があるかもしれません。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。横浜 F マリノス対ガンバ大阪、エキシビションマッチが始まりました。サイド紹介です。向かって右のエンドから攻めるのがガンバ大阪、対して左のエンドを守るのは F マリノス。これはクリア。ダワン、福田、スペースへ。あっと、オフサイドですか。序盤は固い試合展開を見せているなという印象ですよね。両チームともまだシュートまでいけてませんからね。どちらが先に仕掛けていくのか注目したいですよね。クリア。このピンチをなんとか出します。ここはボールを下げる。クリアです。ここはディフェンスの対応。松田、鈴木、もう一つ前に行きたい。これ仕掛けるか。自分で行く。クロス、いいですよ。攻守の切り替え。ヤンマテウス、これはどうだ。渡ります。どうだ、クロス。
ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。ジェバリ、松原、このボールをカットします。空いてますからね、縦行きたいところですよね。ジェバリ、松原、このボールをカットします。試合中天気に変化があるかもしれません。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。横浜 F マリノス対ガンバ大阪、エキシビションマッチが始まりました。サイド紹介です。向かって右のエンドから攻めるのがガンバ大阪、対して左のエンドを守るのは F マリノス。これはクリア。ダワン、福田、ベースへ。あっと、オフサイドですか。序盤は堅い試合展開を見せているなという印象ですよね。両チームともまだシュートまでいけてませんからね。どちらが先に仕掛けていくのか注目したいですよね。クリア。このピンチをなんとか出します。ここはボールを下げる。クリアです。ここはディフェンスの対応。松田、鈴木、もう一つ前に行きたい。これ仕掛けるか。自分で行く。クロス、いいですよ。攻守の切り替え。ヤンマテウス、渡ります。どうだ、クロス。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。ジェバリ、松原、このボールをカットします。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。渡辺、さあ左サイドへ戻します。スルーパスを狙う。いいボールだ。あ、いい展開ですね。クロス上げる。頭で来た。どうだ。ここでレフリー笛を吹きました。